UMF 2012フィギュアザー TV をご覧の皆さん、こんにちは。君さくら代表の古澤です。僕たちはここ江ノ島でゴミ拾いをしております。そのゴミ拾いもですね、ただのゴミ拾いじゃありません。ファンキーにゴミ拾いをします。ファンキーにゴミ拾いをする団体でございます。見てください、こんなに素敵な江ノ島なんですけれども、足元はこの江ノ島に初の年号を戻そうと本気で思ってます。みんな笑うかもしれませんが、僕たちは絶対きれいにすることができると思いますので、楽しくファッキーに、そしてティギャラしながらですね、ゴミ拾いを一緒にしてはいかがでしょうか。じゃあちょっとゴミ拾ってみます。ここにですね、ゴミをなくすためには、川の先の町、町の先の人の心が変わらない限り、ここはきれいになりません。ですが、その活動はやっぱりファンキーにいきたいと思いますので、よろしくお願いします。海桜の一本目、たまに1万円とかお金も落ちていたり、女性のパンツが落ちている時もあるんです。そんなのを拾いながらですね、想像するだけでワクワクします。片方の靴だけが残っていて、もう一つの片方の靴がないと、この人はどうやって帰ったんだろうかと。あとエッチなことものも結構流れてきますね。まあ、そんなの拾ったりしたらもう最高に興奮しますね。興奮興奮絶対きれいにすることができると思いますので、楽しくファッキーに、そしてトゥギャザーしながらですね、ゴミ拾いを一緒にしてはいかがでしょうか。明日へ歩いてくるさ、海桜の一本目。